どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン GO ストライカーズ2013前回の時からやっていきましょう。はい、では今回は先週の稲妻ウォーカーボリューム9で発表されたみんなのベストイレブン2017で、今回はみんなのベストイレブン2017 VS みんなのベストイレブン2013っていうのをやっていきたいと思います。お任せじゃないってことで、今回自分が使うのはベストイレブン2017イレブンです。で、相手が2013ベストイレブンということで、はい、これでやっていきたいと思います。さあ試合前の準備だ。はい、ということで今回のチーム名2017イレブンということで、まあそのままですね。はい、で今回はもうメンバーみんなガチガチの必殺技です。グレートザハンドとかみんなこういう感じです。で、自分が使うハンデとしてコンピューターとエンドたちは全部あのライモン中のエンドとかです。ツルイ君は普通ので、天馬君もこれライモン中の天馬君で、フブイ君、アフロさんもこれゼウス中のアフロさんです。カズマルもと壁山も同様、キド君も同様ライモン中です。はい、では2017イレブンはこんな感じです。はい、で対戦相手2013イレブンはまあガチガチの、まあ稲妻ジャパン、カズマル稲妻ジャパンですね。ゴーンジ、天馬はこれは天馬ズの天馬って感じで、ワンランク上のメンバーにしております。相手2013イレブンは、はい、ではこんな感じですね、相手の情報は。はい、では早速試合の設定をしよう。試合の設定はフットボールフロンティアスタジアムでやりたいかな。フットボールフロンティアスタジアム、いやタイタニックスタジアムでいくか。やっぱどっちの方が強いかを決める最終決戦ということで、まあ、コンピューターが強い。試合時間3分、延長戦あり、 PK 戦もありで、で実況は角間啓太でよろしくお願いします。試合開始だ。試合開始、よーしやっていくぞ。でエンブレムは2017イレブンの方が新生ライモン中で、2013イレブンの方がライモン中、初代ライモン中ですね。まあそれ軽いこだわりで、後と前で、まあ2017の方が新しいってことで新生ライモン中を使っております。よし、まあ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 負けるわけにはいかないよね。新しいものとして、新世代を背負うものとして負けるわけにはいかない。よし、何なんか振動がなんたらかんたら言ってたけれども、まあそんなのか、なにえ、あ、そっか、天馬たちはミキシマックス使ってくるのか、忘れてた。クソ、アサオとか、まあさすがチームレベルさ。そうやって、これはイリュージョンボールなんで突破できないよね。うん、ワンダートラップ、なんかスーパーサイヤ人3みたいだな、ほんとこの髪型で。ワンダーバトラップ取られていくで、うーん、どう、誰かいる、いや待って、圧倒的に見にくい、このユニフォーム黄色と黄色とか圧倒的に見にくいんだが、このコンビネーション、コンビネーションじゃねえや、組み合わせ兄さんのために。よし来い、ベアマ、あのベアマじゃねえや、よし、ザ・ハリケーンにしてたんだね。ザ・ハリケーン、ザ・ハリケーン、あれ、フビキ君がなんか稲妻ジャパン、あ、そうか、いいのか、稲妻ジャパンのフビキ君じゃないと覚醒したフビキにならないから、まあそこは稲妻ジャパンの子、いや無理かな。でも属性がこっち風属性なんで、いや無理だね。さすがグレイト強いですね。まあ化身技なんでね、グレイトが。行くよ、うん、よし行くっす、エロ本読んでた壁山行くっす。でこう、じゃあブレイク、よーし来た、うわー、ピアポか、うーん、どこかな、いや剣くんにここ打たれんのきついんで、ブロック入りたい、いやーブロック入らない、ファイアトルネードダブルドライブか。まあここザ・マウンテンでシュートブロック取っていきましょう。ダブルドライブかっこいいよね。いや、うわ、シュートブロック入んない、これはもうグレイトザハンド、グレイトーって呼び寄せますよ。この遠藤くんのキャッチは A なんで、よーし止めてくれる。まあ属性もあるでしょうね、山属性なんでね、グレイトは。よーし、よし行こう。もうあの危なくなったら普通にミキシマックス使ってくんで、よろしくお願いします。で、よーし、うわうわ、ちょ、ナイスゴンジで、もう一発剣、いやーエアバレット持ってるんで、あの、いやーゼマル、このゼマルはね、エアバレット持ってるんでね、てかみんな一番強い技にしてきてるんで。で、巨人とかね、鶴井くん、天馬、進藤くんとかは、合体技多めのシュートとかはしてあります。よーし、いやー、吹雪の俺、うわー、メロディーウェーブか。俺、吹雪のクロスファイアが見たいんだよ。メロディーウェーブ、俺、キリノとさ、キリノって全然メロディー系に関わってないと思うんだから、それ使うとしたら、プレストターンをキリノに使わせてさ、
メロディーウェーブを振動使おうよ、そこは。君は守ることができるかな。できるぜ。シュウ、お前は守ることができるかな。よーし、ここで弾かしといて。いや、うおっと、待って待って、剣だ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 。よーし、スライディング入んない。いや、見にくい、圧倒的に見にくい、マジで。よーし、アフロさん、カオスブレイクじゃねえや、ゴッドブレイク決めていきたいんだっけ。よし、ここ取っていく。で、うーん、しんどくん、しんどくんじゃない、ゴンジくん行こう。ほう、うわー、取られちゃう、そこ取られちゃう。何、今だ守るって言った、今天馬今だ守るって言った。なお前さ、遠藤さんに今だ守るとか言っちゃダメだって、怒られるよ。あ、ファール、そこでファールか、クソ。まあ、スーパーサイジン3の天馬くんが握ってるけど、ここはよし取っていく。いや、ゴンジくん溜まってない、溜まってない。いや、アフロさん溜まってる。いや、こうアフロさん打たせたくないな、ここは。ここはカオスブレイク打たせたくないな。いや、止められるかな、ファイヤードラゴン。これは世界選抜回のアフロさんだな。ゴッドブレイクほんとかっこいいよね。俺ゴッドノーズかゴッドブレイクで言ったら俺ゴッドブレイク派なんだよね。よーし、グレートザハンド。あれ、これ止められるかな。結局距離近いぞ。もう全然滑舌が。よーし、止めていく。さすが化身技、いいよ。でも TP が危ないね。ここはよし、しんどくん。いや、グレートなんでジョーカーレインズアームドで決めていけるかな。どうだ、こう、よし、来い来い来い。よーし、来た。これは決めていきたい。アームドなんでね。そうじゃん、マエストロ。よし、アームド。うわ、クソ、出せ。よーし、マエストロのアームドダサいよね。なあ、のズボン何なんだろうね。よーし、ジョーカーレインズ、これは決めてほしい。さすがにアームドしてるから、ね、お、これはグレートじゃない、これはもらった、さすがにもらった。これはよーし、1-0。まあ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 、オッケーオッケー。これが俺たちの力だ。よーし、でこれゴンジ君も溜まってるんで、クロス、あれ、ゴンジ君はもうクロスファイヤーだ。いや、取れない。サンとオッケー、うまい、俺うまい、マジうますぎる。で、いやー、きなこかー、キラキライリュージョン。でもここでもちもちきなこ餅が発動できなくなったんで、これロングシュート打っていけるかな。じゃあ、いやー、なるほどね、そういうことしてきちゃうんだ。よし、来いよ、よいしょ、よし、巻き込んでるんで、これ、いやいや、負けるんだ。ラウンドスパーク非属性だから勝てるかなと思ったけれども、さすが、ブロック S のきなこですね。キラキライリュージョン。へへっと。ただのホラーだ。いや、ちょっと、ここ捕まえてよ、壁山。いやー、きつい。それはダメだ。それやっちゃいけないよ。信長。でちょんまげ戦士進藤君になったところで、いや、これは取っていける。いや、いや、ファイヤートルネード。あ、これはトリプルクラッシャーじゃないんだね。まだトリプルクラッシャーは僕覚えさせてないっていう。まあ、ダブドラ、そんなもうわしらの怒りの鉄槌で、怒りの鉄槌でいけるよな、これきなこだし。止めてみせる、あのカオスブレイクをも止めた怒りの鉄槌だ。どうだ、よし。まあ属性がね、属性も属性だし、きなこだしね。よいしょ、落としてって、いやー、そこ天幕に取られるのは本当にきつい。よし、蹴っといて、で剣持ってゴーエンジ。いや、ゴーエンジ、ゴーエンジだね、そこは。よーし、何回も言うようですが、見にくくてすいませんね、ユニフォームが。やっぱライモン中といったらこの見にくよーし、危ない、危ねー。これ今魔王の斧を打たれるところだったね。ではこのまま後半戦やっていきましょう。よーし、後半戦開始。いや、この 1-0 守っていきたい。あともう1点決めていきたいね、怖いから。よーし、ゴンジ君、いや、取れない。俺はね、なんとしてもクロスファイヤーが見たいんだ。来んな、シュー来んな。よーし、 OK、 かわしていく。で2-3と溜まってってからの吹雪声。ほい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 、吹雪早く、吹雪早く。ええ、俺セットしてない。嘘。なんで、俺セットしたと思ったんだけど。もうやべやべ。で、吹雪溜まってたの俺は知っている。あ、吹雪溜まってね。いや、でも溜まりそうだね。よいしょ。この2013年11ごときに、過去の俺たちごときに、やばいやばいやばい。これ、遠藤くん上がってきてんで、よし、みんな、遠藤が今どこにいたか分かったか。そろそろペナルティエリアじゃねえや。おう、取っていく。なんだ、びっくりした。見せてやろう、ふわふふわふマリオかよ。で、ここで取っていって、よーし、吹雪。エンド、うわ、くそ、いや、もうエンド戻っちゃったよ。よし、で、吹雪、いやー、そこでやっぱ使ってくるんだね。いや、ない、いやー、あ、ラウンドスパックか。まあまあ、ここで使わせてったのはでかいと思う。
ラウンドスパーク。まあまあ、おっと、お前きなこに今何した、うちら、私たちのヒロイン、あ、私たちのアイドル、きなこに何をした、お前は。許さんぞ、高円寺。よし、甘いな、ドーンと怖いな。よいしょ、ここでちょっとかわしてって、高円寺くん。よし、高円寺くん来てるってことはクロスファイア、風属性になるよね、吹雪で打ったってことは。ちょっとロードが、かっけえな、ほんとこれね、ほんと合体技でね、2、3番目に好きだわ。1番はね、ザ・バースですね。はい、じゃあグレート出していくね。これいけるんじゃないか。よーし、決まった、グレート破ってったよ。僕の方が早かったね。なんか徒競走に勝ったお兄さんみたい。僕の方が早かったねって、イケメンな徒競走に勝ったお兄さんみたいだね。よーし、でこうスライディング取っていきたいんだが、そこはシュート打たせたくないんだけどな、なるべく。よっ、爆熱ストームか、これは止められるね。怒りの鉄槌で止めていこう。スクリュー、もうここはもうグレートなんか出さなくていい。怒り、いや、グレート普通に出せなかった。グレート TP 足りなくて出せなかったわ。止めてくれよ、遠藤くん。鉄槌、まあ、属性もよーし、ナイス。これ一応ね、キャッチ、いや、これ次打たれたらやばいな、これ次打たれたらやばいやつ。いけるぞみんな、やばば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 あ、負けるんだ、王の剣、さすがだね。いける、はあ、いける、はあ、なめっちゃロードが長いんだが、大丈夫か。王の剣、よし、人殺し必殺技使われた。お前あとであれね、壁山、うわと、本当にやばいって、本当にやばいって、たまる。おお、危ない、あー危ないって。よーし、で、あの剣くんは敵か。よーし、テマ行こう。エボリューションだっけ、なんだっけ、技何を覚えさせたか忘れてる。いや、失礼、生きてる。なんだ、よーし、これは皆さん、あれですよ。あ、ロードがない。直列つなぎだ。よーし、パワー貯めていこう。よいしょ。イグニッション。よし、おっとよ、これはどうだ、化身 VS 化身。3人技だからな、一応こっち。でも属性が相性は、よーし、決めていく。3-0、これが2017イレブンの力だ。やったー、決まったぞ。よーし、ここで高円寺くんはまだ溜まってない。いや、ここ無失点でいきたいな、さすがにこの時間に点入れられたくない。もうプライドが許さない。誰、沖田さん、頼みます。おっと、沖田、ミキシトランス、沖田、起きたが、お、来た。なんつってね。いや、起きた、取られた。でもさ、みんなさ、これクロノストーンの時さ、起きたとミキシマックスした時の剣、めちゃくちゃかっこよくなかったか。鳥肌っていうか、マジこれ来た、パネーってなったよね。ほんとあれはかっこよかった。まあ、クロノストーンが神なの、そういうところもあるよ。ミキシマックスのイラスト、半端ない。かっこいい。よーし、ゴンジ行くわ。怖いね、お二人さん怖いね。トン、危ない、爆熱ストーム打ってこう。なんだ。よし、あれれ、もう全然セットが爆熱ストームにしてたつもりだったんだけども。これは怒りの鉄槌、どうだ。うちの高円寺くんのキックは CB らへんなんで、おーっと、止められちゃうか。まあ、そこは属性も相性があったんでしょうがない。よーし、行くよ。あ、ちょっとさすがにちょっと今打たないで。あの、ないんです。うちの遠藤くん。TP が切れてるんだ。うちの遠藤くんももう体力ゼロなんだ。HP がゼロなんだ。やめてくれ。止めていく。意地でも、この、おお、なんて疲れてる。まあ、そんなもんゴッドハンド。遠藤くんといえば、この技、ゴッドハンド。ゴッドハンド。止めるよね。よーし。ここでゼマルじゃなくていいや、誰にしようかな、誰で打って、よーし、かゴッドブレイク、ゴッドブレイクを使っていこう。
よいしょ、危ない。これ、あ、これきなこブロック入っちゃうかな。解除してるからね。天空の翼。よいしょ。どうだ、これは、これはどうだ。ブロック入らない。いや、これいけるんじゃないか。風属性だし、ゴッドブレイク。さあ、ハンド、どうだ。よーし、決めていく。グレイト3回も破ったよ。よーし。美しいシュートだ。本当に美しい。アフロさん最高っす。アフロさんマジ最高っす。よーし、あとここからあと6分やっていこう。よし、取っていく。危ない。シューに打たれてないことが一番でかいな。まあそんなもんで俺らは勝ってもな。みんなそんなシューの魔王の斧を止めないで勝った完全勝利と言ってもな。打たせてこうぜ、打たせてやろうぜ。打ってこいよシュー、これが俺らの力だ。止めてやる。いや、かっけーな、やっぱダークエクソダス。てかシャイ、なんだっけ、聖獣シャイニングドラゴンもかっこいいよね。どっちもかっこいいよね、ゼロの時点。よーし、マジかよ。なんだよ、もうさ、せっかくエンド君も無理だよね。グレートザハンドで止めた。うお、勝った、完全勝利で終わろうと思ったのに。なんだよこれ。君の力ではどうすることもできない。ごめんね、もうシューかっこいいから許すけど。許すってなんだよ、負けてんだよ。負けてはねえわ、もうごちゃごちゃ。よーし、稲妻ブレイク狙ってこう。これで、これで決めようぜ。やっぱ最後はやっぱさ、そう、お前天馬許さねえぞ。お前動画的に最後は稲沢ブレイクで締めようとしてたところに、お前ワンダートラップとは許さねえからな。もうここで取っていくのは俺たち、ここで取っていくのが俺たち。ここ最後の、そう、ファイアートルネード打たれてっか。ファイアートルネード、あの稲妻イレブン3と稲妻イレブン2のから出たさ、あのダブルトルネードって技知ってるかな。バックトルネードとファイアートルネードの合体技なんだけど、あれ結構好きなんだよね。取っていくよね。よーし、まあ、やっぱ最後はゴッドハンドで止めていくんだけど、よーし、こっから最後の追い上げ、最後の追い上げ。うんと、よーし、たまって、いや、なんで蹴っちゃう、なんで蹴っちゃうの、そこなんで大事なところで蹴っちゃうの。よし、剣、剣じゃない、起動。よーし、ここ天満たまってない。走ってこい、エンド。走、え、エンド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 、なんで走ってこないのね。で、エンド、なんだよこの終わり方は。はい、ということで今回はここまでにして、次回はね、今度は私が2013年11を使って201711を打倒201711やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。